ではね、エンド開始の方、やっていきたいと思います。夜の落とし物の、まあ、エンド回収ね。前回は、エンド B かな、うんですね。はい、 B の方を見たので、一応いくつあるんだっけエンドは。それ調べないと。エンドは、うん、どうなんだろうな、何個あるんだろう、まあ、じゃあ自分ちょっと操作し、はい、まあじゃあとりあえず行きましょうか。行きますか。あ、ここか。多分あれだよね、最後のあの、はい、あの会話のところだよね。そうですね、うん、朝との会話のところまでカットしますよ、うん、ここら辺も関係してんのかな、ちょっとそれ調べないと。関係してないっぽいです。関係してない。あ、そうなんだ、はい、じゃあ最後の選択肢でが全部関係してるっていう感じかな。そうですね。じゃあそこまで行きましょうか。13歳なんだ。うん、まあそういうお年頃だよね家でしたくて、まあ、ちょっと反抗したくなる年頃なんですよ、うん、じゃああと一つ、ここでどういう選択をしていけばいいのかっていうことだよね。はい、まあ、とりあえずさっきと違う選択してみますか、うん、そうだね。どうして、ああひどいひどい、私だって、仲直りしよう、うん、そんなこと今だってできるわけない、こっちか。僕は関係ないけど、それでも口を出すっていうのね。夜はあなたのことが好き。そんなことあるわけない。夜があるから。そうだ、夜がある、いるからいけないんだ。夜がいなくなれば、夜さえいなくなれば、あ、これはやばいやばいやばい。やばいぞ。やばいぞ。ネガティブになっちゃってる。さよなら、それと。教えてくれてありがとう。ああ、どうも、どういたしまして。ごめん、なんか。向こうから出れば、あんたの帰路につけるから。さっさと帰れよ。これなんかまた同じように、いう感じじゃない？ちょっと申し訳ない、なんか途中までなんか良かったような感じだったね、今の感じだと。全部違うようにしてみたんですけどね。うん、また乗っ取られるよね、これ。これで私が夜になる。あー、乗っ取り。乗っ取りですね。エンド B。エンド A に行きたいね。エンド A なのかな。まあ、途中までいい感じだったんで、うん、あそこで朝を選択して、最後朝を選択してみますか、最後。あ、仲直りしよう。僕は関係ないけど、夜はあなたのことが好き、うん、朝があるから。あんたにその言葉を使う資格なんてないよ。あれ？なんでだ？何も楽しくない。これまた同じ？仲直りしよう、うん、僕にだってわかるよ。こっちなんだね。知ったようなこと言わないでと。朝があるから。うん、お。夜の好きな言葉と。
そして私の好きな言葉。これは変わったね。夜覚えていたんだ。仲直りしたいな。夜に会いたい。悪いけど連れて行ってもらえないかな。一人で行く勇気がなくて。一人で。もちろん。もちろん。まさか同行することになったということで、じゃあ、はい、行きましょうか。あんなに優しい言葉をかけといて一人で行きないはちょっと言いにくい。いや、行っても見たかったけどね。うん、まあ確かに。夜。その、朝。ごめんなさい。謝らなきゃなのは、きっと私。夜は何も悪くないのに、私が勝手に嫉妬して。誰かも知らないのを巻き込んじゃって。ごめんなさい。夜のことを嫌いになれるわけないのに。私本当に勝手なことばっかり。朝。夜のこと大好きだよ。夜に必要なものが揃った。ただいま、大好きな夜。おかえりなさい、大切な朝。ねえ、あんたの名前まだ聞いてなかったよね。よかったら教えてくれないかしら。お昼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 。あ、なるほど。なるほど。なるほど。あ、私たちが朝と夜で。それを繋いでくれたお昼。なるほど。そういう関係ね、なるほどね。なんだか素敵ね。その発想は出てこなかった、うん、お昼は家出してきたのよね。そういった大変だね。でも今のあなたなら大丈夫。きっとただいまって言えるよ。私たちは朝と夜、あなたも入れて一日ができる。あなたと一緒に行くことは叶わないけれど、私たちはあんたの味方、遠くから見守ってるよ。また会いましょう、お昼。またいつかどっかで会おうね。いやー、なるほど。ということで、まさかお昼だったとはね、この家出してきた子が。まさかお昼。もしかしてお昼。歩いて歩いて、家の明かりが見えてきて。でも負けないくらいに、星も僕を照らしていて、思い切って扉を開けたんだ。僕はただいまって言ったんだ。夜と朝もどっかで聞いてくれたかな？エンドへ、ただいまと。終わりました。いやああ、短いけどね、まあ、短くていい作品でした ね、 いいね、まとまってるね、うまく。いや、楽しかった。オチが良かったね。オチが良かった。使用させていただいた、素材斎藤様、はい、ああ、だんだなと、はい、なるほど、うん、朝と夜をつなぐのはお昼だったということ。とうまい、うまいね。面白かった。まあこんな感じでこれからも、そうだね、またコラボで、うん、していって、はいはい、まず一つね。よかったね、一つコラボ、一つ完走できてよかったです。はい、はいはい、ということで、おまけを見ますか。おまけ見ましょう。見ましょう。設定とか、あ、よくあるおまけ部屋ね。はい、おまけようこそ、ちょっとしたものですが、どうぞ。なお、退場の際はベッドから。
夜、あなたはただいまってちゃんと言えてる？夜ちゃんは朝ちゃんのお姉さん。しっかりしているけどちょっと弱気。お昼、楽しかった？ああ、初めて。喋ったね。言葉聞いたけど、喋ったけど。僕っ子なお昼ちゃんは夕焼け模様のメッシュが特徴。ほうほう。お疲れ様、楽しんでもらえたかな？自分勝手だけど根はいい子。うん。お、制作担当の方からの。なるほど、手羽先六秒さん、うん、ゲーム制作者さんとコラボしてみたいと思っていたら宮野さんが現れた。そして実況もコラボしてみた。あ、そうだね。手羽先は喜んだと、まあこんな感じで出てきました。夜の落とし物いかがでしたでしょうか。コラボということで絵柄やキャラチップを少しばかり変えてみたり、ここぞとばかりに楽しませていただきました。最後に宮野さん、素敵な原案をありがとうございました。作っていって本当に楽しかったです。原案を担当しました、宮野です。憧れの。まあね。はい。まあ、夜ちゃんも朝ちゃんも、はい、可愛いと。お昼ちゃんも、まあ、みんな可愛い。うん、近くにいて忘れがちな、そばにいる3人を何とか何とか。素直になれなくても、いつかきっと、感謝の言葉を伝えられることを祈っています。ここだよね、重要だったのは。そうだね、うん、なかなか素直になれないもんだもんね。はい、まあありましたよ、まあ、私にも。まあね、皆さんあると思いますがっていうね、そういう経験がやっぱり兄弟いるとね、そうです、兄弟姉妹いるとなかなかね、仲違いしてしまうっていうことがあると思うんですが、はい、まあおまけイベントを選んで、なんだこれ、みんな、なんでだなんでだ、カリカリカリ、わお、あ、はい、こんばんは。みんな大好き、夜ちゃんよ。今日は、良い子の歌を歌いましょう。私、歌だけには自信があるの。じゃあ、私の後に続いて歌ってね。それでは、ボーカルは夜で。闇の熊さん歌います。いきないのカラオケ。さん、はい。朝に。お昼、夜の歌をやめさせるんだ。あと、あの歌は地球の歴史を終わらせてしまう。ジャイアンの歌より強烈そうだな、それは。確かに。滅んだ惑星がある、夜の歌で滅んだ惑星は今までに1000を超えるんだ。やばい。何？それは、やばい。どうして？どうして私の邪魔をするの？どうして？全然弱気じゃない。むしろ自信があるなんでだ。お、今度お昼。お昼さん、いや、夜の次は朝だと思った。残念ながら僕でした。僕はクソ真面目にエンド C の説明を。あ、エンド C が、エンド C あるの？エンド C があるらしい。ちなみに寂しさを入手後、表紙のある本棚を調べるってのが条件だよ。見てなかったら見てみてね。へえ。うん。表紙のある本だな、うん。話は戻るけど、表紙に書かれていたちっこいドラゴンみたいなやつさ。僕のフードに似てない？たまにこのフード何もしてないのに動くんだよね。へえ。それにね、後から聞いた話、あの言葉のない絵本は、食べることは幸せなことってのがキャプションらしいんだ。絵本は緑の女の子食べて終わってたよね。わかんないな、これ。緑のは勘違いしてた。そう、緑のは勘違いしていたんだね。そしてこのフードには緑の魂がやっているんだ。うん、メルヘン。なるほど。あとエンドシーも、いきますか。うん。カリ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 。はい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 。
なんで喧嘩したのかって、そんなことどうでもいいでしょ。今は執筆に忙しいの。あさってば、またこんなに部屋散らかして。いいじゃん、別に。良くないから言ってるのよ。うるさいな。そんなに怒ると、すぐに吹けるよ。ねねねね。ねねねね。はい、これは、おまけとタイトルに使われている曲は宮野さんが作ってくださいました。キラキラしていていいですよね。あ、そうなんだ。いや、すごいね。ということで、じゃあ行きましょうか。行きますか。寂しさってどこだっけ。寂しさってあれですよね。何番目だっけ。三つの部屋、三つ目の部屋だったような気がします。ああ、そっか。まあ、三つ目ここだよね。はい、ここです。え？ん？死んだ。あれ？何があったんだ？表紙を見るってことなんで。表紙を見る？あっちじゃないですかね。あの、左の四角いやつ。あ、違うか。あれ、これがもしかしてエンド C？ エンド C？ いや。マジで？あれ？違うかな。でもエンド C とアデマスが出るような気がする。うん。罠かな。ゲームオーバーがあるとは思わなかった。あ、まず寂しさ入手してますよね。うん。これあれだよね。違うの。ね、メニューは見られない。ちょっと寂しさは。ああ、寂しさ。うん、まあ、直後だ、直後でしたよね。直後だからセーブもしないでってことなのかな。そっか。あ、でも、これが、表紙なんで、うん、エンド C はゲームオーバーなのかな？そうかもね。はい。はい、戻るか。はい、ということで。はい。いやー、楽しかったね、でも。楽しかったですね。はい、うん、オチが良かった。オチが良かった。まあ、ああいう風にゲームオーバーになるとは。いやー、ゲーム作ってみたいですね。うん。ああ、ぜひね、作ってみてください。ホラーゲーム。かな、はい、めちゃくちゃ驚かせるやつをよろしくお願いします。はい、ってことで、はい、夜の落とし物いかがだったでしょうか。はい、いかがだったでしょうか。楽しめたかな。はい、まあこちらね、2人プレイしているのはものはまあ楽しめたかな。2人はね、そうですね、うん、まあ、まあまたね、他の作品もコラボしていきましょう、こういう風にね。そうですね。はい、では続けていきたいなと思います。はい、じゃあ終わりますね。はい、はい、じゃあご視聴ありがとうございました。さようなら。ありがとうございました。